ゆっくりドラム講座。生徒さんの実力に合わせた譜面作成、マルチアンブル演奏動画作成、素敵なオンラインレッスン、初心者から大アンまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師の例です。さて皆さん、先日こんなコメントをいただきました。バンド演奏内においてのドラムの適切な音量が知りたいです。なんという出来すぎくん、100点の質問ですね。スクルド3000ポイントを差し上げます。ドラムで困ることナンバーワン、音がでかい。音がでかすぎてボーカルが聞こえない。これはどんなすごいドラマーでも言われることです。そもそもドラムはどれくらいの音量が出ているのでしょう。せっかくなので調べてみましょう。今回はロータムの上にデシベルメーターを置いて測ってみます。まずはできる限りの大声で叫んでみます。最大音量は 108.2 デシベル、110デシベルが2メートルの近さで聞く自動車のクラクションなので相当うるさい。日常生活でこの音量を出すと鬼人変人のレッテルを貼られるでしょう。ではドラムはどうでしょうか。叩きます。最大音量 122.3 デシベル、飛行機のジェットエンジンが 120 デシベルなので大体同じです。要するにドラムはむちゃくちゃうるさい。120デシベルは健康のことを考えると1日に9秒しか聞いてはいけないので、ドラマーは命を削って音楽をやってると考えてもいいでしょう。けどそれって力の限り叩いて120デシベルなので、普通に叩いたらそうでもないでしょう。おっしゃる通りです。では普通に叩いてみましょう。均として100デシベルは常に超えているという感じでしょうか。なので常に全力で叫んでいるのと同じ。やはりドラムという楽器は基本的にはうるさいものです。しかしながら演奏者が頑張れば静かにもできます。私が人前で発表するくらいの少し張った声と比べてみましょう。ご覧のようにドラムは小さくも演奏できます。できますがだいぶ頑張らないと難しい。ゆっくりなら大丈夫ですが、テンポ200で小音量とか言われたらだいぶ無茶ですね。まとめますと、ドラムは普通に演奏したら100から120デシベルは出る楽器なので、7畳などの広さのスタジオでバンド練習してボーカルが聞こえないのは当たり前。まともにバンド練習するなら20畳は欲しい。そうでないなら我慢するしかない。ドラマーはいつもより小さく叩く努力をしたり、楽器をミュートして音量を小さくする。ボーカルは頑張って大きな声を出す。双方の歩み寄りが大事でしょう。あとドラムで大事なのは音量を出していいところ、音量を出してはいけないところ、その2つをしっかり理解することです。音量を出してはいけないところは分かりやすく言うと、ボーカルがまだ頑張ってないところ。例えば A メロ、 A メロとは歌の最初のところ、いわば歌い出し。最初から声を張り上げて歌う人は普通いませんね。なのでドラムもそこではまだ力を貯めておくべきです。わかりやすく、みんな大好きポッピンパーティーの絆ミュージックの A メロで検証しましょう。巷に溢れる自称パワーヒッターのドラマーによくある不必要なフルパワーの演奏はこう。どう聞いてもボーカルはそんなに力いっぱい歌ってませんね。ではドラムもそのテンションに合わせないといけません。ここはまだこれくらいで十分です。ここで力を貯めておくことにより、力いっぱい歌うサビの威力が増します。逆に周りの様子を伺う気の小さいドラマーにありがちなのは、サビ、いわゆる力いっぱい歌うところなのに、ドラムはすごいテンション低い演奏。これじゃあキラキラドキドキできませんね。サビはもっと叩いていいところです。
ていいですが、本気を出せば 120dB。ジェットエンジンと同じなのであくまで冷静に。このように場面ごとに音量差をつけられるとドラムがうるさいと言われることも少なくなるでしょう。かっこいいドラムは音量差が重要です。何事もギャップが重要ということです。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。チャンネル登録高評価ボタンを一押し、よろしくお願いいたします。あなたの一押しが私の希望となります。それではいつもの言葉でお別れです。ね、簡単でしょう。